マーケティング不要論ってちょっと変じゃないと思われるかですよ、ちょっと腹立ちません、これ言われたら。見た目には急直線、急カーブの伸びてるように見えるんでしょうけど、それはなぜうまくいったかっていうと、倒産したから、いやなんとかって言いながら、頑張れますってなるんですけど、そこで一切やりとりないですね。だったら成果主義必要じゃないですか。日本とほとんど変わらないですよ。アメリカを知ることによって日本のさらにいいところを知ったような気がして、日本人でよかったなっていうのをすごく感じてます。